こんにちは、ビハイヤ株式会社の松村です。弊社ですね、アニメ、ゲーム、漫画業界の転職サイトラークジョブ、こちら運営しておりまして、今回ですね、転職に関してちょっとお話しさせていただきます。転職の理由として一つは給与を上げたいっていうのがあると思うんですけれども、給与を上げるのってそんなに大変かっていうと、実際そうでもないと思うんですよ。で、そのための方法としてもちろん転職っていうのもあるわけですし、具体的に言ってしまうとやっぱりやる仕事を変えることが一番手っ取り早い方法だとは思います。今の仕事をそのまま続けていて、でそれをですね、スキルとして向上させていけば確かに、給与も上がっていきますが、それは何でしょうね、ある程度その一定の速度というか、多分望んでいるよりもそれが低くなっているから給与を上げたいっていう希望を持っている方が多いと思うので、それに関しては思い切って仕事を変えるっていうのが一番だと思います。それは会社を変えれば仕事も変わりますし、あるいは、自分の今の会社の中でも、仕事を変えることはできると思います。なので、転職っていうのはもちろん一つの手段ではあるんですけれども、それもですね、結構転職で成功する人ってもうその会社の中でできることを全部やったって言えるぐらいの人っていうのがやっぱ結果的に見ると、転職に関しての満足度も高かったりします。なので、そのですね、会社で、やる仕事を変えるということも含めてその会社の中でできることを全てやったかどうか、これはですね、転職する際の、とても大切な基準の一つにしていただければと思います。で、その上でですね、他の会社に関してちょっと考えたいというようであれば、ぜひともその際にはラークジョブ、求人情報、転職の情報提供しておりますので、一度検索してご覧になってみていただければと思います。それ以外にもこういったですね、いろんな業界の、お話だったり転職の話配信しておりますので、動画の方も合わせてご覧になってみてください。どうぞよろしくお願いします。それでは。